こんにちは、ぴよきしたろうです。今回はですね、空から生コンクリートが落ちてきたということについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと、お話ししていきたいかなと思います。でですね、四国電力は2018年10月20日に、高知県にある送電線用鉄塔の建設現場に向かっていたヘリコプターから運搬中の生コンクリート約600キロが町内の山中に落下したと発表したということで、飛行ルート周辺に建物などはなく、被害は確認されていないということで、国土交通省は重大インシデントに認定し、運輸安全委員会は21日に事故調査官2人を派遣する。ヘリは生コンクリートを入れたバケットと呼ばれる金属製の容器をロープで吊り下げて飛行していて、午後1時25分ごろ、目的地の建設現場の上空でバケット内の生コンクリートがなくなっているのに乗員が気づいたということですね。でですね、客観的な意見としては危ない。これは操縦士の人は悪くないと、そのものを管理していた人が悪い。取り付けてっていうことだよね。落下したということは そこがダメみたいなっていうことですね。置いているかな。あとは何だろう。もうちょっと重要視するべきっていうところが、話されてましたね。でですね、自分の気持ちとしては危ない。すげえ危ねえ。これ見た瞬間に、これ絶対動画にしようと思ったんですけど、600キロの生コンクリートだよね。多分加速度がついて、上空だよね。どれぐらい上空なんだろう。書いてないけど、から落ちてきたと。相当な衝撃。もし人がいたら、完全に死んでるし、しかも、二次災害もあったりとかで、すげえ事故になってたと思いますね、これ。完全に。山中だから良かったっていう問題ではなく、これが起きたということは、他に300件くらいの危ういものが起きてたっていうことなので、これは、すごい危ないので、今度から注意してくださいと言うしかないんですけど、危なすぎる。コンクリートってそうやって上空から運ぶものなのかな？それはよくわかんないんですけど、トラックとかで運ぶのはなんとなく想像つくんですけど、そういった規定みたいなものはあった方がいいんじゃないかなってすごい思いますね。ヘリって600キロって積めるんだね。それはちょっと思いましたね。なんか600キロくらい重いものを積むと、ちょっと上がるのに支障をきたすんじゃねってちょっと思ったんですけど、ヘリの免許持ってないんで何とも言えないんですけど、いろいろと注意した方がいいですよ、完全にこれは。はい、ということでですね、今回は上空から生コンクリートが降ってきたことについてお話ししてきました。では、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。